れは確か小学校1年生の頃でしたね。当時まだ小さい頃だったんですけど、東京からある田舎の方に越してきまして、でまだまだ友達もできず、結構寂しい生活をその頃はしてたんですよ。でそんな中にもちょっとした楽しみがありまして、というのが小学校なんで通学路っていうのが決まってるんですが、ちょっと学校まで行くには自宅からはちょっと遠回りになってたんですよね。でそこよりもっと近い子供しか通れないような秘密の地下道、地下道ではないですか、あごめんなさい、秘密の近道がありまして、でそこを通って家に帰るのがちょっとした楽しみだったんですよ。で、たまにしか使えないんですが、その日も思い立ってよし近道で帰ろうと思って、近道で帰ることにしたんですが、場所が酒屋とちょっとした鬱蒼とした森みたいなところの隙間にある小道でして、で通って帰ろうとした時に、ある、女の人が前から歩いてきたんです。はい、で、その女の人だったんですが、よく見ると髪が長くて、で赤のチェックの寝るシャツですかね、そんなようなシャツのジーンズ姿。ただちょっと違和感を感じたのが、すごく髪が長くて、軽く前髪で顔を隠すような感じで歩いていたんです。でちょっと顔を見上げてみると、その子はその女の人の顔が、見えまして、で左目が大きく腫れ上がっていたんですよね。いわゆるお岩さんのような顔をしてまして、うわお岩さんかなと、小学校の頃だからその怖い方に想像してしまいまして、ちょっとこわごわとしながら、でも近道は通って帰りたい、でも悩みながら体を小さくして、多分その女の人の脇を通り過ぎていったんです。で、その女の人が子供が通り過ぎたんで、ちょっとこちらの方を見てくれたんでしょうかね。ちょっとこちらに顔向けて笑顔を出してたんですよ。でその笑顔がすっごい優しくて、あれさっきまで怖かったのに、そんな気持ちがすっ飛んでしまうぐらい、もう優しい笑顔で、では怖いなんて思っちゃって悪かったなと思って、その前は通り過ぎたんですが、やっぱりちょっとその笑顔が気になったんで、通り過ぎてもうすぐに振り返ったんですけども、多分時間にして5秒もかからなかったと思います。振り返ったんですが、その女の人がいなくなって5秒ではちょっとその道からは出られないような距離だったんで、不思議だなと思いながら家に帰りまして、でその後は特に何があったというわけでもなかったんですが、その女の人に会ってから急に、次の日ってわけではないんですけど、女の子に声かけられて、友達になろうよとか言ってもらったり、でだんだんその田舎の町に馴染んでいったということがありました。